告告知知です久しぶりのそうなんですよ、突然告知なんですけど、なんとですね、今までやってみたいなと思いつつ、なかなかスケジュール調整がうまくいかへんくて、できひんかった、なんとハロウィーンキャンペーン、か10月の28日、29日、30、31日の4連チャンゴルフに私はなるんですけど、28が月曜や。 そうですね。うん、で月火水木のこの二28から三十一の期間で、はい、なんとえー、っと西畑さんとのラウンドレッスンうん兼荒尾、はいはい、カメラマンがえっと撮影をしながら、はい、えっとなんであれですね お客様のラウンンドレッスンを私がしていながら一緒に回ってる風景を荒尾くんが一緒にへばりついて撮影してくれてそこに簡単なねテロップをこう入れて素材としてプレゼントしちゃおうっていうなんとこう面白いこうレッスンの何こう会話とかなんかそういうのも全部こうビデオとして手元に残ってめっちゃ思い出になるかなっていうちょっと企画なんですけどまあその28日29日の月かのここの2枠が。 らおちゃんと私のうん,、うん、うんとまあ2人で参加なんでまあお客様自体は、まあ、2名から3名、まあ、ちょっとねあのゴルフ場さんまで決まってないんであの大体あの。大体あの 出張がね、あの白河、まあ大体、池けて塩原ぐらいまでかなって感じなんですけどうん、うん、ちょっとそこは後ほど詳しく言っていくんですけど、はい、28、29は、まあ荒尾ちゃんと私で、はい、なんとですね、あの皆さん大好きばんちゃんも、えっと、参加していただきたいなっていうのが、ね、超豪華。二<人> 女子プロが作ってなくななくいですかいいです、ね、ですすかかんと思ましかもそれを素材としてまた荒尾ちゃん荒尾ちゃんもおるんですよ荒尾、はい、ちゃんも,もう完全カメラでまたこうへばりついて、まあ私とばんちゃんとでうんとまあゲストの方マックス2名さん撮れるかなっていう感じでうんとそれがね3031日なんか水木が、はい、月火が荒尾やから、はい、水木がそのスペシャルコラボやねだから西畑、はい、さんとばんちゃんと荒尾。 の3人セット <laughs> GD ちょっと不在やと思うんですけど3人の勢ぞろいの,そのラウンド <laughs>、はい、まあレッスン会的な回回、まあ、までいかんけどうん、うん、私はいつもあのラウンドレッスンはもうあのね傾斜の打ち方とか、はい、スイングはもうちょっとこう,こういう時はこういう方がいいでとかっていうまあ、よくあるラウンドレッスンはまあしてるんですけどまあそこに。 まあアラオちゃんとバンドウちゃんも来てもらうっていうやつで、はい、間違いちゃだめなのが、まあ、その28、29はアラオくんだけっ、はい、30、31日はばんちゃんもセットっていうでここでちょっと、ね、ややこしいんですけど料金をざ、ね、っとご説明させてもらうんですけど 2>,、はい、うんと2人でアラオちゃんと私パターンのレッスン料というかそのセットの料金が、えっと、10万円ぴったしですね。はい でうん、とそこの中で、うん、と交通費別途請求させていただくんですけど、まあ、そちらはちょっと場所によってあの大体ん白河とか多分塩原いかんぐらいまでで多分2人で2万円ぐらいだと思うんですけど細かい金額をちょっと出していきたいのでそこはまた詰めていきたいなって思うんですけど。 2人の場合はまあ10万円でお客様の中でこう割り勘してもらうような感じかなそうです、ね、だから、はい、なんで、まあはい、マックス3名様うん、うん、入っていただけるような感じなんで、まあ、もしねこう友達とかと、まあ、平日やけど余興を取っていくよっていう人は、まあ、ちょっと相談して入ってもらってって感じなんですけど、はい、ただうん,うんと多分一人で参加したいみたいないろんな人とごっちゃになっていいから参加したいみたいな方もいらっしゃると思う、まあ、んですけど,ど基本的にはその。 あのー、何抽選で今回はちょっと選ばせていただきたいなっていうふうに思ってるので、はい、あの後ほどね詳しくちょっと申し込み方法みたいなテロップに出してもらうんですけど、はい、今私が簡単に説明すると、まあ、まず、うん、と10月の28日なのか、まあ、30日なのかっていうその日程と曜日を間違えず入れていただいて。はい でうん、と何名で参加希望かみたいいなところも入れて欲しいんですねそこで、まあ、抽選でもしその方が当たった場合その単発っていうか、まあ、1人で参加の方やったらその単発で入ってる方を他選んでいこうかなって思ってるんでなるほどもし私がグループ、まあ、3名3名でも行きますっていう方を抽選に引いたらそこの組で。 もうう予約決定しちゃおうかなって思ってて思る,んでなるほどこ無作為にそれぞれ選ぶというかも一人だったら一人かもしれないですしグループかもしれないみたいなパターンがあると。なんでも完全に西畑が、えー、くじ引き方式でピッてこれ取っていこうかなと。ただそのさっきも言ったんですけどちょっとねあの日程的に、ね、関東の方まで行けないので、まあ、頑張ってねこっちまであの来てもらおうかなって関東圏の人は <laughs> よろししくお願いしますちょっとねあらは私の運転だと言うらしいんで <laughs> 失礼なやつなんですけど <laughs>。 <laughs> みたいのでまとめ二28日月曜日29日火曜日はらおちゃんと私の、まあ、セットの,その10万円ので、まあ、動画の、はい、まあプレゼントというかねその簡単なテロップを入れてそのまま素材としてプレゼントをさせてもらうっていうプランが、まあ、その2日間 2>、はい、で、うん、3031 30の水木がば、うんとバンちゃんがそこに入ってば、うんでバンちゃんの料金入れると全部で13万円ですね。はい、13万円ので、うん、とマックスでもゲスト様は、うん、と2人しか 入られへんねんねけどねまあちょっとね特別な感じがあって、まあ、私的にもいいかなとは思ってるんで、まあ、こちらも同じようにね申し込みをうん、うん、でこの申し込み方法が、はい、うんと公式 LINE 公式 LINE で。 概要欄にね貼ってくれると思うんですけどももちろん、コメント欄の方にも分かりやすく入れておきますコメント欄、多分,分かりやすいね、概要欄結構ややこしかったりするから、はい、まあコメント欄の方から公式 LINE 追加していただいて何月何日の、うん、と何人でこう参加したいですみたいな感じで入れていただければはいよろしくお願いします。と思うのでちょっとねあの、いろいろ自分でしゃべっとってこんがらがってるから間違っとってごめんなさいってあとは荒くんの編集に任せて <laughs> テロップでちょっとちゃんと詳しく出しててください。まあ 決してねすごい安い金額でもちろんないかもしれないんですけどあき、の、お、ー、チャンネルのラウンド動画がまるまるお客様に届くような感じにもちろんしっかりと編集させていただきますし、ね、純粋にやっぱ西矢さんレッスンのラウンドで受けられるっていうね <laughs> 今ちょっとラウンドレス忙しくてなかなかできてないってこともあったのでそうなんですこの企画なかなかね、はい、実行できひんかったんやけど温めてましたねはい何か西畑一民の、ね <laughs> はい、方が結構ねそのいくらかけても一緒に回る機会が欲しいみたいなことをねこう言ってくださってる方がねちらほらおったので、ね、ぜひ、こうまあもし、ね、お休みでも取れたらはいまあ荒尾ちゃんの編集も決して簡単な編集じゃないですから結構ね私にとって安い金額かなと思ってしまうんですけど <laughs> 私のねちょっと料金は高いと思うんです。もちろん、えー、なんで、ね、そななことないですまあ編集をね かけていただいてっていうので、その金額だとなんかまあいつこれも続けるっていうイメージはあんまないんですよ。うんうん、なんかこうイベント感覚でやってりたいなっていう余裕があるときやりたいなと思ってたんで、まあぜひ皆さんあのー、ねあの詳しいやつはちょっとテロップ見て。<laughs> <laughs> 心配になってるじゃないですか。<laughs> <配>大丈夫大丈夫。ちゃんといろいろ,いろいろ心配なんですけど、皆さんお疲れ様です。ね、ではいはいそんな感じでまああとは申し込み方法は公式ラインでどう,しどうぞお願いします,おしてますということで。 えっと、これは本編の後に流れてるのかな。本編の前の最初に出てます。あじゃあ、えっと、続きはどうぞ <laughs>。えー、じゃ、よろしくお願いします。お願いします。 はい、お久しぶりでやんす。おはようでやんす。おはようでやんす。大阪から帰ってきたでやんすよ。帰還。帰還。無事帰還。大きい文字で帰還。で言いたいとこだけど。車壊れる。れそ修理中絶賛。そうなんですか。取らんかわけんねんけどみたいな。えじゃ、ご、グローバック取れずに。でも、あの、落ち着いて考えたら、あ、車の中から開けれるやん。あ、なるほど。ただむっちゃダサいんですよ。私の車エンブレムがパコって開いて。バックモニター出てくるんですけど、そのパコって開いて、カメラが。 ずっとこう出てる状態で車走らしてたんで, <laughs> <laughs> で結構ダサい確かに西朝の車前もなんか閉じるのやたら遅いなと思ってたんですよ後ろの。あ、マジ、はい いつか走ってる時に空いてるんですよ常にでなんか途中で閉まるんですよあそれ教えててよあれいや通常だと思うあれ多分もうだから故障の多分限界<あ>教えられたんやと思うそういうことかなんかでも私の乗ってるその方がどうやらなんかそのエラーみたいなあるみたいね、はい、リコール対象みたいな感じなのいやでもリコールでもないんですよもう私5年乗ってるんでうんもう1台の方はね元気なんですけどなんでまあ今日はそっちをお乗りになられてね <laughs> 今ちょっと修理中なんでまあ修理代が怖いということで <laughs> そうですね、はい、ということで今日は石田さん、はい あのさん最近こう気づいたことがあるというかレッスンされててそうなんか西畑、まあ、これ、はい、まあどっかの動画でも言うと思うんですけど、まあ、森宮のねラウンド動画も多分見てくれたと思う7,000何もの、うんはい、あれでさバカ悔しい思いしてほんまに、はい、長いを言い訳にしたないと思ってメンバーになりましてですね、はいはい、あそこのゴルフ場のメモになってでまあ練習をね日々励んでるんですけど、はい、レッスンしながらその時に、はい、なんかこうよく議題で頭、うん ですけどす、ね、でもなんか私ってまあまあ頭動いてるしみたいなただ動いたらあかん方向は確かにある、うん、でもこっちは動いてええんちゃうかみたいなのに、はあ、自分でこうスイング修正してる間とあとお客さんと喋ってる中で気づいたことがあったんではいはい、はい、なるほど共有共有っていう。ってことはその頭は結論動かしてええやんええと思うんですけど。 向きとか、そういうところは注意しろよ。もちろん、もちろん、でも、なんか、結構怖いけどな、これ言うの。確かにええー、あきおちゃんねる頭動かしてって言って,て、あいつ頭いってんじゃねえかみたいな言いた。言ええー、じゃ、じゃ、早速。じゃ、だめな方を教えてください。そう,ね、そう、これは、でも、はい、あの、まあ、もう、その言わんくっても、多分わかると思うんですけど。はい、よくあるのが、まあ、伸び上がりですよね、こういう。うんうん、頭のポジションが、ちょっと、こう、起きてしまうよ、っていう人。 上半身ごとと持っていくとかであとは、まあ、これも多いでしょうギッタンバッタン左に倒れ込んで反動でこう右に戻ってしまうギッタンバッタンパターンとでまあまあこれもあるでしょう沈みながら伸び上がって打つで,これで横のアングルやと今度、うん、<laughs> うんとか言ってるけどもう一個ね、はい、えーえー、っとですねなんか急にドアスるした何ですか頭のあ、つつまま先先や えっとね、上げる時とかに首がこう前に出ちゃうとかねって、はいう,んうんうんまあんまかかとパターンはねなかなか見ないですけどまあ結構なパターンがあると思うんですよ。はい、でもちろん今言ったやつでまあちょっとグレーゾーンやなって思うのが沈むやつ私割と左膝をさ前にこう出してあげてくでっていうじゃないですか。 多少やっぱ膝を出すと頭って多分沈むと思うんですよ。そうですね。うん、無理ですよね。左膝出して沈まないことい、ね、ただあくまでそのイメージではそういう風にやってるから結構こうゆっくり振ってるときは沈むんやけど、うんうん、そこに私上半身を引き離すようにこう,いう伸ばすような動作を入れているので、あんまりこう大きくは沈んでない。うん、ただ超細かいことを言うと1ミリ2ミリ絶対沈んでるんちゃうかとは思うんですよ。でここの多分沈みは私の。 イメージでは、はい、沈んだものを保ったまま打てて打った後に伸びるっていう動作は多分全然、OK、やと思うんですようん、うん、ただ沈んだものを当たるまでに伸び上がるこれは多分エラーやと判断してえんかななるほどうん。だからここの細かいところもちょっと難しい。 動かしていいけど、うんうん、動かすタイミングとかが非常に大事になってくると大事じゃないかなっていうだからじゃあ私の好きなやっぱりこうマキロイさんのスイングとかね、はい、見た時に明らかに踏んでるやんっていうただ鬼の体感で後景入れてこの姿勢のままでこのマキ使ってみたいなだからそういう沈みっていうのは私はいいんちゃうかなと思うのでうん、うん、飛距離に悩んでる人とか。 飛ばしたい、でもなかなかもうパワーもないしみたいな方は逆にそういう使い方で飛ばすっていうのも一つありやなっていうだこれはまず丸よでうん、うん、もう一個そのちょっとここは神経質すぎる西畑が気にしすぎなだけなんかもしれへんけど、はい、その体を、まあ、ゴルフってこうクラブ上げる時に粘点とかっていってさこうクラブ上げる動作あるじゃないですかその時によくひねりが足りひんひねった方がいいみたいなイメージをした時に。はい かやちゃんとひねれてるやんでも私これアウトやと思うんですけどこれは頭のポジションがさ横にこううとずれてると思うんですよ残像で残しておきますけど頭1個分ぐらい違いますね。パッと見綺麗やねんけど多分アウトちゃうかなうん、うん、で私のいい頭の今度動かし方っていうかま捻、あ、転の時に使う動かし方っていうのがどっちかっていうとくで頭刺されててこの頭動かさんとただただこういう何て言うの首を回転させる。 うんうん、この動きは結構いいんじゃないかなって思うんですよ。なんか地球儀っぽいいいですねあ、そうそうれが言いたいなんかまさにこう刺されててクイッっていうねもっとこう砕くと、はい、手をだらんとした状態でクッてこうやって首を回転させた時に右肩が少しこう上がるイメージになると思うんですけどあなるほどこのままチェーンソーのように引っ張っていいよっていうブーンっていう。あ 確かにそのおっしゃる通りの形になってますねこの動きは多分ねかっこいいと思うね<で>だから一旦この理想の形したい方はチェーンソーを引く練習したい,いですねチェーンソーいいと思うんですよだからその念点が分かれへんとか<ー>結局念点ってこれも念点やみたいなでうん、うん、これも念点やんっていうたらどれが正しいのってなった時に分かりやすく伝えるんやったらこういうまあなんかかしげるような動きはオッケーでなおかつそこにこう肩を上げて左肩をこう落としてチェーンソーの紐を引くようなさ ここの動きっっっててかっこいいよなあんまりこう頭がぐらぐら動いてないもちろん気をつけな駄目なのがチェーンソーを引きすぎると倒れるんですよだからそこだけは気をつけて <laughs> 確かにちょっとダサめのチェーンソーになっちゃったそう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 あの逆にチェーンソーに引かれてるぐらい確か確感じなんですけどかかなんか意外と、まあ、私の,そのスイングとかも、まあ、見てて縦の動き自体は沈んでいくしでも右の肩を引き上げて。 だからなんかこう私のスイングチンバックを入れるとかね目線をこうチラッとこう入れてるように見えるとか、まあ、実際入れてるんですけどうん、うん、結局チンバックの動作もさこれへんやん覗きに行くのって。確かにじゃなくてチラッっていう動きって結局この型をちょっと引き上げるチラ見するみたいな感じなんでそのチンバックのやり方分からんとかね例えばねなんか実際ひねりってどうやって入れていいか分からへんとかっていう人には。 さっき言った少しこう右の肩を引き上げて持っていくようなねクラブを首をかしげるような感じの動きにしてあげるとかっこええんちゃうかなっていうのが確かにこう軸でこう表すとから顔にこうクラブの軸があったらクイッと本当に斜めになる感じですよね,そうねだからなんかその赤い線でさ、はい、引っ張ってほしいぐらいちょっと入れときますねそう入れた時にこれスウェーなんですよ確かにしかも軸ずっと下向いてるんですよねそう これスウェーやんただ頭の高さは変わってないね。うんうん、かだから一見横の動きで見るとパッと見綺麗いなんであ動いてないように見えるそうやだ、ね、なんからこういうのって難しいよなってかだからだからやっぱりこう細かいことを言うとスイング動画って結局正面と横のアングルで取ってあげることによってなんかこうよく分かるんかなうん、うん、だから横からしか基本的には 撮ってる人って、ねでねね、少ないや,んやっぱ正面置かねへんやんってなるとスレーしてても気づかない説はあるんですよこうやって確かに分かりにくい <laughs> うんだからまあまあ気を付けるのは基本的に赤い線が体にあったらそのあんまりこう体が櫛からこうグラッと動くってよりかはその場でね粘点とか使ってってあげるとこかっこいいんかな ちょっと質問なんですけど、うん、今って頭動かせないっていテーマでお話しさせて頂い,いてるんですけど、うん、その西田さんちょっと右肩をクッと上げるイメージと、うん、自然と左肩って下がるわけじゃないですか、うん、それは OKOK、OK OK、やと思う OK なんだ、うん、なんかよく肩のラインまっすぐしましょうみたいな話聞いてするじゃないですかいやおるな おそらく、まあ、顔を動かしたら絶対右肩上がるしそこにに自然の摂理に従ってい,いんですね、うん、だからこれが私ゴ、はい、ルフの伝え方って難しいなって思うのが確かにこのイメージを入れすぎた時に結局逆転でこう肩が落ちてくる人がやっぱおるからなるべく肩の高さは変えへんようにって伝えてはるだけでうん、うん、実際どう考えてもまずクラブ握った時点で右手下着てんねんから絶対落ちるやんって <laughs> 細かいこと言う絶対落ちるやんなって言われてもう落ちてますからもうここでっていう <laughs> いじゃあこうしたらええのってなるやんだからなんかあくまでその一言二言追加するといいよねってだからねこの肩が多分こう落ちるのはもちろん当然のことよって落ちていいんやけどでもなるべくお父さんイメージで打ってあげた方が実際見え方としては綺麗やでとかうん,うんだから難しいすごく。 で言いたいたことわかるんです,よです、ね、YouTube とか他のチャンネルとかももちろんね、こう拝見させていただいてうん、うん、いろんな考え方がある中でやっぱり型を落としたら駄目あかんっていうそれだけ聞くとじゃあもう絶対ねこういう動きはあんま良くないんやとかこういう動きももちろん私が言ったチェーンソーの動きもあかんのかなとかって思うと思うんですけど。 感覚ってそれぞれぞなので、うんうん、実際見た感じでほんまにガンってなってたらあかんけどそうじゃなかったら全然いいんじゃないかなっていうでちょっと西田さん実際に打ってみてほしいんですけどちょっと今回西田さん議題に挙げてくださった、うん、そのチェーンソーパターン、うんうん、チェーンソーパターン、ね、とスウェーパターン、うん、これが悪い多分代表の2パターンだと思うのでもちろん任せてくださいよ。<の>ま,ね、まずス、うん、スウェーいくわスウェェくわ昔しとったから得意やね <laughs> やけどなパッと見確かに綺麗ですね、うん、でも多分ん茎に刺されたら多分動いてると思ういやもう頭やっぱ1個分動いてますねやろでもこれでも体重移動って勘違いする人おるんですよ確かにでも移動してますからね実際、うん、移動はしてんねんけどうん、うん、軸はブレてるから体重移動じゃないよねって私が思うのはやっぱり櫛に刺されてる状態での中のこの動きができてることが体重移動だと思ってるんでうん、うん、乗せに行ったらあかんやろっていう 今度乗せに行っちゃいけないですね。あかんと思う。今のちょっと名言ですね。結果乗ったらええのが体重。うわ深いな。乗せに行ったらそれはスウェアっていう。じゃ次は結婚バッタのチェンソー打法ですね。結婚バッタにやればいい。はい。悪い例で悪い例です。お願いします。ああこれもう入りが上からすぎて確かに距離が落ちる。これは西田さんこうあのチェンチェンソーというか行き過ぎたパターン。行き過ぎパターンよ。やっていただいたんですけどこれはこう何が こう、原因としてなりやすいんですかねやっぱりね、飛ばしたい人飛ばしたい人飛ばしたい人とかあとは、やっぱりトップ位置が低いって言われて上げようとしてしまった人<ー>だからさ、そこもすごく難しくて、はい、その、このトップ位置も低いしこのトップ位置も低いね <laughs> 確かに、位置違うけど同じ低いの結果ですね低いやん確かにで、これは、この正解の方としももちろんこっちだと思うんだけどうん、うん、これに高さを入れるともちろん綺麗やっていうただ これれに高さを入れてもあんま綺麗ではないの低いもニュアンスっていうか難しくて確かにだからその低いって言われた時どう低いかみたいなのもうん,うん、うん、かそれに間違えて例えばねあのトップ位置低いですよって言われて、はい、まあこの人ね例えばこの人がトップ位置これで低いんかってやった時に、はい、無理やりこうやって。 体でこうやってじゃあ上げようとしてしまった時にギッタンバッタンになる人が多かったりそうか手で上げてるっていうかどっちかも体でいこうとしすぎると、うん、そういういい行き過ぎた形が出やす仮のね今のパターンやけ、はい、いろんなまあありますけどそのなんかその悪くなってしまった原因みたいなのってだからその低いにもいろんな種類があるからそこの説明をちゃんと受けへんくて例えばこう上げにいってしまった人どう頑張っても腕これ以上上がらないんですけどっていうじゃあ体で上げにいくしかないやんで。 倒れる人っていうのも結構多いので確かに。うんだから確かにそれと同じトップの高いも高いっちゃ高いけど正しくない高いになってしまってるってことこですもんね。<laughs> これも高いやんって。<laughs> 確かに。<laughs> でもこれも高いやっていう。だ、うん、からその使い方、体の。<ー>なんかまあまあよくオーバースイングって言われるんですっていう人っておるやん。ね、でそれって多分うんとこれももちろんオーバースイングやし。うんうんうん これもまあオーバーやしとかただ多いのが体が柔らかい人っていうのは基本的にオーバーに見えやすいとかっていうのもあるんですよ。なんからこう脇がコックが例えば入ってなければ面白いのが高さは一応一緒やねんけど、はい、ノーコックやったらこれなんかそんなに別にオーバーに見えない。確かに見えないいむしろ高けど トップは低いでも確かにだからこれも難しいむずだからよくめっちゃあるパターンがちょっと脱線してるけど、はい、こうお連れ様でね2名でレッスンに来ていただいた時に「こいつめっちゃオーバースイングなんですよ」って直してあげてくださいでもこれトップ高いって言われるんですけどこれ以上低くするとめっちゃ低くなるんですよで見てみたら 結局ただコックが入ってるからオーバーに見えてるだけでトップ位置はめちゃめちゃ低いっていう<ー>これだってそうなんですよこれオーバーに見えるやん見えますでもトップ位置コック戻してあげたらめっちゃ低いみたいな,な理想のトップまである <laughs> でこういうのがね結構あるから<ー>もうねすごく難しい一概にその人から言われた高いよとかオーバースイングだよっていうのもどう あのオーバースイングなのかってところもちゃんんと見たうがいいでですねそうなんですよねねそなよもちろんそこに骨格とかねで全然やっぱりあのコックを入れないと打てない人とかも全然おるしね。 そこはやっぱり先生の見極めですよ。そこは私たちのお仕事ですから。そこからがね、マジックが。そうそう、悩んでした西田さんとこいらっしゃい。得意分野ですから。で西田さん。はいはい。あ、そうです。ね正解ね。はい。そう。正解はもう得意よ。西田さん、たくさん皆さん見たいと思うんで。はい。前と後ろ、ちょっと撮っていきます。ちゃんと櫛を差しておいてください。はい。うん、確かにこう。顔が。

マジ細かすぎて伝わらない話だったけど今日。<laughs> でもちょっとここ何回も見返していただいてそうそうなんか理解がちょっとできんかった人は何回かまあ見ていただいて。 でも結構こう分かりやすく頭は動いていいけどどう動いていいのかっていうのはなかなか動画で言われてることってないと思うんでうん結構分かりやすかったと思いますなんかねだから最近マジで勉強しすぎて思うのが正解がないっていう、まあ、結局考えれば考えればか正解もねもちろん間違いもどっちもあるなっていうのに気づきましてだからその中で自分に合うのを見つけるのがまあまた面白いっていうそれを毎日私は最近戦ってるんですよいつかフルバックの、まあ、カニティっていうねあれね、はい 七千百ヤードぐらいか。七千二百ですかね。二百やった。はい、あれを挑むために私はいつかほんまパワープレーでもありたあそこ。いいですね。っていう夢ができたんでね。ちょっと真面目に私もこう練習していく中でひらめいた発見を皆さんに共有したいと思い。よろしくお願いします。お願いします。まあチャンネル登録といいねとコメントどうぞよろしくお願いします。あ十二万人ありがとうございました。ありがとうございます。あそのうちあのライブしましょうあそうやね。引き続きよろしくお願いします。ほなまた次の動画でバイバイ。お疲れさんでした。お疲れさんです。